どうも、このまるです。キータロです。今日は JO1 のシオンと INI のタジが中央日報のインタビューを受けてたので、そちらの韓国記事について話していきます。いや、まずね、この二人がインタビュー受けてるっていう、なんか意外さ。いや、そうだね。一緒に受けたんだよね。そう、多分どうやらそうっぽい文面だった。ね、なんかズームでやったって言ってるもんね。そう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 、そうなんよ。なんか、ちょっとそわそわするよね。なんか なんかさ、タジとシオンが並んで受けたんかなみたいな。そうそうそう、わかる。なんか結構さ、イメージが割と違うじゃん、二人とも。そうね。なんかシオンがやんちゃしてて、タジがニコニコみたいな。でもさすがにシオンもさ、他に J1 のメンバーいなかったらタジの前だけでやんちゃするかな。しないか。そうかそうか。じゃあかっこいい、まあ、年齢はね多分タジの上だろうけど、まあ、かっこいい先輩されてるんかもしれんね、シオンがね。うん、そうね。で、じゃあ気になる記事ね、まあ、ぜひ気になる方いると思うので概要欄に貼っておきます。まずタイトルが K-POP で進化した日本アイドル、家族全員が BTS ファン、私の夢を推してくれた、閉じかっこみたいな感じですね。じゃあ始まりが、まず K-POP 産業の最新戦略は現地化アイドルだっていうことで、今だったら NiziU で、最近だったら CJENM が吉本と手を組んで制作した JO1 と INI だみたいな感じじゃん。どちらも全員日本人メンバー、まあ、フェンファンとかいるけど、基本的には日本人メンバーで構成されて、日本で活動するけど、企画、制作、トレーニング、流通が全て K-POP 財源が動員されるって感じだから、まあ、新しいこういう動きがあるよっていう、多分韓国国内に向けて発信するやつってことだもんね。そっか。だから、日本で活躍する K-POP 系アーティストの紹介みたいな感じだよね。うん、そうだね。どうやってこのようになっていくのか、もしくはどういう風にしてるのかとか、そういうことだよね。うん。で、実際にその当事者にある二人にインタビューしてみたみたいな感じなんだけどさ、まあ、そもそもなんで K-POP に興味持ったかみたいなところから始まってインタビューは、うん、じゃあ一応記事を読んでいくと、彼らが K-POP に関心を持った理由はある意味単純だ。これら青少年期に日本で最も流行したジャンルだからだ。ツルボの場合ツルボの場合って書いてあるけど、まあ、そも言いますね。シオの場合ね、まあ、シオの場合、家族全員が BTS のファンで、特に母親が K-POP アイドルが好きで、私がデビューするのを応援してくれたと話した。J-POP がやりたくなかったのではなく、当時私の関心事が K-POP だったとし、高校1年生の時に聞き始めたが、当時も大流行だったと話した。で、タジはタジで、母親が90年代から K-POP に入ってきており、ピンクルファンと説明した。で、ピンクルが何かわからなくて調べたら、なんかどうやら第一世代の K-POP 女性アイドルグループって感じだったよね。うん、そうだね。そう、ちょっとさ、結構ちゃんと好きだよね、お母さん。うん、ちょっと我々知らなかったもんね、名前ね。そうそうそう、まあどうやら DSP メディアのグループで、からの事務所のって感じだもんね。うんうんうん。で、彼は、私は中学生の時エクソの影響を受け、もし歌手としてデビューしたら K-POP クオリティの音楽、ダンスなど K-POP の形で音楽をしたいという考えが強かったと話した。タジは、タジはとは書いてないけど、タジは韓国キューブで2年間練習生生活をした先立って、ジャニーズジュニアとして活動した経歴があるが、大学進学を控えて中断した。彼は大学に行っても面白半分でダンスを続けたが、親戚が韓国旅行中に私の動画を企画会社のオーディションに応募し、韓国に行くことになったと説明した。で、シオンも FNC 練習生時代10ヶ月経験して、シオンがスカウトされたっていうのがその後紹介されてるね。うん。でもなんか何より最後にね、二人とも韓国語は流暢だって書いてあるんよ。やばー、これってあの、ズームでインタビュー受けた方が書いた記事だもんね。そう、だから、多分韓国語で説明してるんだろうね、自分のこと。あー、なるほど、なるほど、そういうことか。そうだよね。まあでも、話せるからこそインタビュー来たんだもんね。うんうん、そっかそっか。なんかさ、この、ちょっと気になったのが、ほら、僕ちょっとジャニーズも好きだからさ、その先だってジャニーズジュニアとして活動した経歴があるがってさ、もう説明したってことだよね、タジが。めっちゃ細かいの気になる。ああ、そうかもしれない。いや、わからんよ。もし事前で調べただけかもしれんよ。ああ、そっかそっか。なんかそう、タジがあんまりさ、公言するってイメージないから。そうだね。もしかしたらインタビュアーさんが調べたことなのかもしれないね。うん、まあ、もしくはラポネの人が説明事前にしてやって、みたいな感じじゃない？うんうんうん。そっか、なんかタジが自分から言ったならちょっと胸熱だなと思った。めっちゃ、さすがもう現ジャニオタでもあるからね、自分。ちょっと細かかったね。で、この後も結構面白くて、彼らは K-POP の特徴として歌詞を作る練習システムに触れた。田島さんは、急にここに田島さんになっとる。田島さんは韓国では練習だけに集中できるように練習室があり、各分野歌、ラップ、ダンスの先生がいたので助けてもらうことができたと話した。
業界関係者によると日本の企画会社は自主練習がより一般的だ。まあ、ここでまたシオンが出てきて、シオンは日本のアイドルと韓国のアイドルが追求する感じや雰囲気、ダンスが全く違うとし、韓国は整頓された動作をメンバー間でよく合わせるカルグン部を重要視し、日本はもっと個性を表すことを好むと説明した。で、タジは日本で K-POP といえばみんなアイドルだと思うが、韓国で過ごしてみると他のジャンルの韓国音楽も多いことを知ったとし、韓国で練習生活をしながらラップが本当に素敵だと感じて、私もいつかは直接ラップを書く決心をしたと話した。いや、ここ面白くない？結構さ、なんかさ、まあ私たちも感じてたけど、やっぱりそうだよねみたいな。日本は自主練だよねみたいな。いや、なんかさ、そうだね。だからこれ、韓国で練習生やってた二人だからこそさ、なんか言える言葉っていうか、やっぱその当事者もやっぱそう思ってるんだみたいな。まあ別にどっちの良さもあるけど、まあ、自分が目指したいパフォーマンスは K-POP のシステムが一番合ってるって思ったから、まあ、こういう説明になるんだろうね。そうだね。あとさ、このタジのさ、まあ、K-POP といえばみんなアイドルだと思うが他のジャンルの韓国音楽も多いみたいな言ってるじゃん。なんかそれってうちにもさ、K-POP 知ってけば知ってくほど、あれ本当の韓国国内の人気は K-POP アイドル、いわゆるアイドルのやつじゃなくてバラードだなとかさ、結構あるよね。そうそう、なんかね、 K-POP ってやっぱりさ、もう我々が好きだからアイドルのことを最優先に思いがちだけど、実は違うもんね。そう、全然違う。普通に日本と同じような感じだよね。日本もアイドル、アイドルで人気だけど、それは好きな人の音楽みたいな感じの扱いだしさ、あとはさ、タジヒップホップ好きじゃん。で、韓国ヒップホップめっちゃ人気あるから、まあだからそういうのもあると思う。で、続いてね、じゃあ2人とも韓国の練習生生活がデビューにつながらなかった。で、タジが韓国の所属事務所を出た時点がすでに20歳を過ぎてるためさまよっていたと打ち明けた。彼は最終デビュー組に入ることができず、所属事務所から出てホテルに住みながらオーディションを受けに行ったりした。当時日本で祖父が亡くなったが、すぐに帰国できず葬儀に行けなかった。今度またこういうことがあったら辛いだろうと悩んでいたところ、プデュの日本版が作られるという話を聞き、日本で活動が可能だと思って帰ってきたと話した。これさ、前回の、なんか、まあ前のインタビューでもなんか聞いたことあるやつだよね。そうだね。ホテルに住みながらみたいなとこはそうだよね。でもさ、本当にタイミングよくさ、その、プデュの日本版が作られるという話を聞きはさ、これはさ、あれじゃん。噂だと、ペンタゴンのユートさんがタジに教えたみたいな、なんか言われてるじゃん。そうね。胸熱じゃない。なんならさ、次、ケイコンで会うんよ、二人。いや、そうなん。それもうみんなね、めちゃざわついて喜んでたとこだよね。ね、すごいよね。で、シオンも、音楽ができるなら、韓国に渡ってデビューできたらいいなと思って韓国に行き、プデュジャパンが開催されるまでは日本に帰るつもりは全くなかったと伝えたって言ってて、私これ知らなくてさ、初めて聞いたね。なんか、あ、そのままいるつもりだったんだみたいな。あ、なんかすごい世界線だよね。だからさ、本当どちらも K-POP とか K-POP 風の音楽ができるっていうことに魅力を感じてたんだろうね。いや、本当、いや本当開催してくれてありがとうだよね、日プ。わかるわ。だってさ、日プがさ、しかもなんかほんとポットでのオーディション番組これ言い方悪いけど、ポットでのオーディション番組だったらこんな盛り上がんないからさ、正直。そうだね。やっぱりプリューの歴史があったからこそのとこあるよね。いや、そう、めっちゃあるよ。多分ワナワンがすごかったじゃん。もうワナワンがブワーン、ワナワンみたいな。やっぱそうだね。ワナワンとエクサンとのX1 は、X1 はそっかそっか、置いといて。まあそうね。だからやっぱり、あのシステムを日本でやるってなったら、それなら日本でもいっかなってなったわけだもんね。いや、そうだよ、そうだよ。すごいよね。いやー、ありがてえ。次のインタビューが、韓日両国の間には常にある程度緊張があり、JO1、INI のようなグループは気にすることが多い。田島と鶴房も、韓国と日本の比較、質問に特に慎重に答えた。例えば、やる音楽が K-POP なんですか、それとも J-POP なんですかと聞くと、タジは K-POP、J-POP のどちらというよりは、両方の良い部分が調和して私たちが生まれたものだと思うとし、いろんなジャンルを組み合わせて曲を作る点が面白くて、やりたいパフォーマンスと音楽をしているだけだと話した。で、シオンは、少し恥ずかしいが、JO1 の音楽ジャンルは JO1 と語った。もうかっこいいと思ってさ、つい囁いてしまったわ。ちょっと言い方変えたね。
なんかすごいかっこいいもんね。いやでもほんとここ読んだ時すごい好きだったん僕も。なんかちょっと照れくさいけどかっこいいみたいなね。うん、なんかシオンもなんかやっぱ自覚してるんだみたいな、やっぱそのもう誇りを持ってるんだろうね、 JO1 の音楽に。うんうんうん、いやそうだね、うん、そう、なんかあの暴れやんちゃ者のシオンがもうそういう発言をするようになったっていうことになんかもう感動してるよ。でも責任感は多分大きいタイプだから、シオン。うん、そうだね。うん、で一応インタビューはねこれで終わりで、まあ、締めくくり的には、まあ、日本と K-POP のなんか音楽業界の違いみたいな感じで、最後には、まあ、最近ジャニーズのトラビスジャパンがアメリカに進出したり、その日本がだんだん海外を開拓してるってところと、あとは、まあ、今までは日本で成功すれば大変成功する機会があり、企画会社はこれまでグローバル成功のための努力をしてこなかった、しかし最近は大きな事務所を中心にグローバルを模索する動きが見られると話したで終わりだね。一応最後はね、チャクヒョンジン COO が、まあ、このようにね述べてたみたいですよ。うん、いやーなんかこれなんかすごい考えさせられたわね。日本で成功すれば、まあ、それだけでいいっていう考え方だったってことだよね。まあまあ明らかにそうだよね。だってやっぱ市場がね、うん、音楽市場は日本が 2番目よ、大きいんだっけな、2番目か3番目か、うん、まあ、あとやっぱオタクすごいお金落とすじゃん。うん、なんか収集癖もあるしさ、 DVD 出たら買うし、でもやっぱ世界はそんなことないからさ、今時 DVD買わないみたいな人の方が主流だから、うん、お金いっぱい落としてくれるから、まあ別にね必要あえて海外に出なくても日本向けにできてたら問題なかったもんね。うんうんうん、しかも逆にもう来てくれるしね、なんか韓国とかさ日本でデビューもするしね。そうだね、そうだね。まあ以上でね、インタビューと、まあ記事自体も終わったけど、本当に、まあそもそも二人が受けてるっていうのがなんか気になっちゃうね。あ、なんかビハインドないんかなみたいな。まあないと思うけど。いや、マジそれ同じこと言おうと思った、マジで。一番気になるよね、二人が受けてるとか。そう、二人が多分さ、パソコンの画面の前に二人ちょこんと並んどるんかな、みたいな。うんうんうん。しかもあと韓国語を話してる感じとかもうちょっと聞いてみたいよね。うん、そうだね。だって、もうほぼ韓国語ってか、多分全部韓国語でインタビュー受けただろうしね。なんかさ、シオンががっつり喋ってんのも私、そこまで見たことなくてさ。うん、確かになんか番組の一部でちょろっと喋るみたいなのとかはね、あるけど、がっつりはね、ないもんね。うん、そうなんよ。だからね、ビハインド、2回目だけど、ビハインド欲しいよね。うん。あとやっぱ印象的だったのは、その、さっきのね、本文の時も言ったけど、もうシオンがさ、韓国に渡ってデビューできたらいいなと思って韓国に行ったから、その、まあ、日プが開催されるまでは、日本に帰るつもりは全くなかったっていうところかな。わかるわー。なんかね、結構決意固かったんだ、みたいなね。そうだね。だから向こうで練習生やって、デビュー決まらなかった、デビューメンバーに入らなかったけど、また他でトライしようとしてたってことだよね、きっとね。いやー。運命ってすごいね。ねえ、すごいよね。で、それでシオンなんでさ、特にプル初めてだったから、ニーチプが。うん。まあ、やっぱり、あの、ワナワンが、だから、大丈夫だ、いけるみたいな感じで行ったんかな、やっぱり。そうだよね。確かに。まあ、そっか、ニーチプ2はさ、ある程度 JO1、ニーチプっていうさ、前例があったから、まあ、割かし安心できた部分はもしかしたらあったかもしれんけど、うんうん、確かに、ニーチプはさ、我々ファンですらさ、え、ニーチプやんのみたいな、ちょっとざわついたもんね、やっぱり。そうだね。この間も言ったけど、うん、もう私は割と喜んでたような気も若干しなくないんだけど、うん、太郎さんはざわついてた気がする。ね、え、事務所練習生じゃないのにやるのみたいな。あ、それはね、思った、めっちゃ。都道府県って思ったもんね。そうそうそう。ただのオーディションと何が違うみたいな。わかる、うん。でも、ほんと今になって思えばさ、マジ期間限定じゃないから、普通にオーディションやってくれてよかったよね。うん、いや、ほんとに。え、だってもし期間限定で、まあ、2年半とかそういう感じだったら、JO1 もう解散してますか、もしかして。いや、そうだね。もうそろそろじゃない。もうそろそろ。まずいよね。まずいよね。そんなことしちゃいかんから。そうそうそう。非常にまずいから、マジで、その最初にね、決めた人、うん、マジありがとうだよね。そうだね。やっぱ日本は期間限定じゃないっていう風にしてくれて、ほんとよかったね。ね。まあ、それでいてさ、なんならこういう、なんなら日プ2もそもそもね、え、もうやんのみたいな感じのやつだったから、まあでもこうやってやってデビューして、うん、2人がインタビュー受けるっていう流れまでもう完璧じゃん。そうだね、完璧。うん、うんうんうん。じゃあ以上でね、こうやって見てったけど、まあなんか感慨深いね、全てが。いや、そうなんよ。なんか巡り合わせみたいな、そういうものをなんかね考えちゃうよね。うん、ね。まあなんか今後もさ、こういう韓国の人からインタビューってなったら2人呼ばれたりしやすいんだろうね、もしかしたら。やっぱり、うん、確かにそれはあるかもしれんね。ね、やっぱ1回練習生やってたっていうだけで、その韓国の国内の情報も結構知ってるから、話通じやすいだろう、うん、
うし、いろいろ。うんうんうん。やっぱすごいいてくれてありがたいね。しかも、一グループに一人いる感じがすごくない？そうそうそう。しかもそれで二人とも選ばれて、このなんかインタビュー受ける感じもすごい良かった。わかる。どっちかじゃないもんね。そう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 。まあだからさ、ラポネの今後が楽しみだよね。そうだね。